人立ちかな。あのですね、みんなびっくりドンキ行ったことある？びっくりドンキ、びっくりドンキ行って行ったことあるのかな、みんなありますか？あのね、びっくりドンキーが島根にはね、ないんですよ。なんか広島とか行ったらあるんですけど、ちょっと島根にはないんですよ。京香ちゃんが寝てないやんって和子です。いや、怖いって言っててください。にゃーって言っといて、にゃーって。それでね、ないんだけど島根には。それでどうしても昨日ね、私サラダと玉ねぎスープしか飲んで食べてなくて、で明日ハンバーグ食べるから今日はこれで我慢しようと思って。クジラさんありがとうございます。レンさんバラありがとうございます。それでね、びっくりドンキーのハンバーグ本当に大好きで、家族で今大好きなので、昨日お母さんと買い物に行って、びっくりドンキーのねレシピを調べて、いろんな材料を買って、それで、でもちっちゃく作ったのはお姉ちゃんでした。お姉ちゃんがね、最近すごい上手で料理が、まあ、もう大人、二十歳ぐらいなんで、あれ違うか、あれどうだったっけ、なんでちょっとね、一人暮らしとか始めたらしなきゃいけないから、最近お姉ちゃんがやってるんですけど、ゆうなちゃんの連絡してる、いやしてない、なんかゆうなちゃんを未読無視されてます。それでね、お姉ちゃんが作って、そうサラダもね、サラダもびっくりドンキーのサラダなの。すごくない？それをね、でもね、チーズばってんじゃなくて、もう普通のなんか、なんだろうな、あれよくわかんないんですけど、私そのあれもこの前調べてビッグダンチ再現してたね。本当にみんなもやってみて、でも結構大変かもしれないね、自分で作るってなったら。でもめちゃくちゃ美味しい。そう、ソースもみんな作ってみて、本当美味しいので、私は最近普通の白米はちょっと糖分っていうの、ちょっとあれになっちゃうんで、最近はちょっと痛いんだけど、ここら辺最近は五穀米にして食べてます。で、五穀米がねすごく美味しくて、いいよ、みんな。もう昨日の夜めちゃくちゃお腹減って、もうねやばかったんですけど、もう今日ハンバーグ食べれたので、最近ね、最近一日一食なんですよ。一日一食だから、まあちょっといけないかもしれない、まあ、でもいけない、健康的ではないかもしれないけど、でもまあまあ、そう、ワンプレートスタイル。レンさん健康第一ありがとうございます。 WY さんありがとうございます。爽やかハンバーグ食べたのめっちゃ羨ましい。爽やかハンバーグ食べてみたい。ユーカリに連れてってもらおうか。そう、一日一食サラダとスープで過ごしましたんですよ、昨日。あ、でもまあ寝る前にこう半分アイス食べたけど、ビスケットアイス食べた。だから本当にね、めちゃくちゃ美味しいから、みんなも買って。ビスケットアイス、わかる？青い袋でのやつ、ローソンとかに売ってんじゃないかな、わかんないんだけど、めちゃくちゃ美味しい。京香がびっくりドンキ、そう、京香とね行く約束してたんだよ、びっくりドンキ。てか私京香と約束たくさんしちゃって、それもね全部私の携帯のメモリーにあるの。例えばなんか美味しいサラダ屋さんがあって、そこにも行きたいって話してたし、新大久保のかき氷屋さんも行きたいって話してたし、びっくりドンキーでしょ、あともうちょっとあったっけな、まあそんな感じでね、たくさんメモしてるの。
りょうがちゃんがびっくりドンキに一緒に行くの忘れて、ね、忘れてないじゃんって言ってて、ビスケットアイス大好きね、めっちゃ美味しいよね、ね、あれ好きだって、あ、みんな好きなんだ、パリパリのやつ、違う、パリパリのやつじゃないよ、あのね、しっとりしてるやつ。2月に東京に遊びに行きましたが、一度は食べたことがある。いいですね、いいですね。いや本当にね、行くとこ約束してるとこ多いんだけど、逆に今日からこそ覚えてるのかな。そう、しっとり四角いやつ、うんうん、そうね、そう、こんなやつで、今日はさっきお父さんに、あいつがね、私たちも5人6人家族で、まあお兄ちゃんはまあもうあれなんだっけ、お兄ちゃんもあのなんていうの、お兄ちゃんもあのなんていうの、あれ、お兄ちゃんにあの高い、え、なんていうの、なんていうんだっけ、一人どっか行くやつ、また弟に、え、そう、弟食べられ、あ、食べられてない、大丈夫、かき氷って去年食べてたおしゃれなやつ、そう、ひななさんとね食べに行ったやつ、あ、それだ、自立してる、家出じゃない、え、やばい、高い、バカだ、やばい、学習能力低いのですかね、私って、間違えた、そう、自立だ、自立してるのであれなんですけど、やっぱ家族が多いとアイスをね、あのすぐ食べちゃうので、あのもうなくなって、今日もお父さんにあのビスケットアイス買ってきてたんですけど、ちょっとくしゃみが出そうで、それで買ってきてって言ったんですけど、あ、まあなかったらしくて、そのビスケットアイスが、なんで普通もうなんか適当に買ってきてもらって、そう、で間違えた、しかも65歳じゃないよ、誰65歳って言ったの、うんうん、で最近光がないからさ、ちょっと本当にね、やばいよ、ブス、そんな感じなんですと、皆さんの、皆さんの緊張はどうですか、ああ、洋服を買いました、秋服買って、まだね買えてないんだ、秋服ってさ何なの、秋服って何なの、秋服ってどうなの、メッセージ、お兄ちゃんの、いやね、あのね、長岡のね、あのみんながくれたコメントを全部スクショして送ったの、喜んでたよ、最近の推しはいないです、まあ、強いて言うならコナンかな、コナンかな、秋服まだ全然買ってない。え、だよね。ネットとかさ、見てるけどさ、ちょっとなんか、着てみなきゃわかんないじゃん。一般人であんなにおめでとうもらうことないもん。いや、ほんとだよね。幸せでしょうね。あのね、今日はねドボンしないので、対戦ごめんなさいですけど、対戦しないので、もうどんどんやっちゃってください。でもね、コメント返しは絶対するんで、昨日ね、ちょっと聞いてよ、昨日ね全然、ま、あのさ、めっちゃ眠いって言ったじゃん、けどね、あのあとなんかなかなか寝れなくて困っちゃった、多分お腹減ってたのかな、昨日のさ、ドボンのやり方どうだったかな、あのハピネス以外の
キョカタムの配信会自体、キョカタムもう終わった、何キョカタムってめちゃくちゃ言いにくい、もう終わったの強化配信、ちょうどさっき始めたですからね、私もね、入れ違い、昨日対戦できたね、できたね、あそうだできたね、どうどこまでもうハピネス行ったもん、たまにはいいんじゃない、なんかまあどうしたらいいか分かんなくて、なんかあのやり方で良かったのかなって思うんですけど、どう思います、皆さんはどう思いますか。なんかどうがいいですか、ね、まあでもよくそのあたその、まあ、確かにそのハピネス以外の方とかでやったら他推しの方とかと当たったりするんですけどね。なんか他推しの方だとね、あちゃーってなる。確かにそれはなりますけども。あちゃーとはなりますけども、まあ。まあそういうこともありますよね。りょうこさんありがとうございます。れんさんかわいいありがとうございます。まあそういうこともありますよ、人生、人生まだまだね、200年ぐらいねありますんで、そんな細かいことでブチブチ言っちゃったろんあれなんで、私は頑張ります。間違えたね、ほんとごめん、200年はねごめん、嘘、そうでもできれば200歳まで生きたいっちゃ生きたいですね、まあ、なんかそういう薬が多分50年後ぐらいには開発されてるんで、そしたらまあ1億円でも買えますかね、私だったら、はい、って感じなので、皆さんもぜひ買ってみてください。長生き薬買ってみてください。いや本当に多分50年後ぐらいしたらそういうの出てきますんで、はい、絶対なんかいろいろ出てくると思いますよ。まあ50年ぐらい経ったら未来も進化していきます。未来、ひなこちゃんの家族で一番長生きそうなの誰、お兄ちゃんかな、お兄ちゃん、あの人面白いんですよね、本当に面白くて優しくてみたいな感じ、なんか普通に生きてられそう。細胞を若くする薬はもう開発している最中だよね、だよね、200歳記念配信はゲリラ、当たり前じゃん、もうね5時間前に教えろ。お兄ちゃん何ケーキは好き、何でもいいんじゃないな、あの人たくさん食べるんでね、すごく食べるんですよ、気づいたら全部ないみたいな、そんな感じなんで、あと私はもうお腹いっぱい残しちゃったって時は食べてくれる。鼻水ひどいんだけど、あ137日ありがとうございます。うん、怖い。未来の人によろしくお伝えください。OK、あとで電話しとく。ということでランキングを読めます。13位トッポギさん、ありがとうございます。12位メシスさん、ありがとうございます。11位ミーさん、ありがとうございます。10位 WY さん、ありがとうございます。9位池村さん、ありがとうございます。8位梅こぶちゃとマークのなとりのさん、ありがとうございます。
7位ゆきたんとマークピナコタン大七さんありがとうございます。6位まさたかさんありがとうございます。5位102ありがとうございます。4位香港変電アットマークひなこちゃん超優しいラブラブさんありがとうございます。3位くじいらさんありがとうございます。2位にゃんこアットマーク明日から強化推しさんありがとうございます。そして1位はレンアットマークひなこちゃん大好きさんでした。レンさんありがとうございます。レンタンありがとうございます。ということでね、何ですかね、最近はねあることにもう頑張っていて、あることにめちゃくちゃ頑張っていて、ちょっと本当に今日も頑張ります。明日も明後日もし明後日もしし明後日もしし明後日もしし明後日も頑張るので、なんだっけ、ぜひごめんなさいね、ギターでもないんです。ちょっとねあることに頑張ってるので、ね、まあ多分あと3ヶ月ぐらい2ヶ月ぐらいしたら3ヶ月か2、3ヶ月ぐらいしたらはっとなるので、ぜひ皆さんちょっと頑張ってとだけ言っといてください。それではね、今日ね7号でコメント開始するので、全部にコメント開始するので、またコメントくださいって言ったらぜひコメントしてください。いいですか。それではバイバイ。いやそれはね、みんながね楽しみってことじゃない、もう私たちが頑張るって感じ、まあ、楽しみ、まあってことでバイバイ、後でね、バイバイ。